無限に広がる大宇宙、静寂と光に満ちた世界。我々の住む太陽系は天の川銀河の中心部から約3万光年の彼方にあるという。地球、我々を生み育てた母なる星、天の川銀河の中心部には太陽の200万個分の質量を有する時空の穴、巨大ブラックホールが存在する。ブラックホール、光すらも漏らさぬ暗黒の穴。その最深部には密度、重力が無限大の特異点。21世紀初め、ホーキング博士はこの天体が蒸発するときに発する輻射にブラックホールが吸い込んだ物質の情報が含まれている可能性を示唆したという。そして23世紀の我々人類もまだブラックホールの正体が人知をはるかに超えた存在であり、時空の真の支配者であることを知らなかった。それがある種の意志を持つ生命体であることに気づいた者がどこにもいなかったのである。それは若いライオンがサバンナに立つ人間に好奇心を抱いたとでも見えるかのような動きで、急にそれまでとはまるで違う足取りを取った。そしてその先には地球があった。宇宙戦艦ヤマトは海遊惑星アクエリアスの海に沈んで17年、時に西暦2220年、地球人類は未曽有の危機に直面していた。その巨大な重力によって光をも飲み込む暗黒の天体、ブラックホール。今そのブラックホールが遥かな宇宙から刻々地球に迫っていた。12時方向に重力針、距離約25宇宙キロ。
なんであれは。見たこともない機影だが、艦隊の数は。現時点で把握できるのは約900。900だと。二次方向9時48分にも正体不明の艦隊出現。包囲されてる。これは待ち伏せです。艦長、全艦に次ぐ正体不明の艦隊は敵と認識せよ。艦長、撃て撃って撃って撃ちまくれ。いや、ふざけやがって。食らえ。より脱出ワープ。古代艦長、貨物船ユキ。はい、ご苦労さん。船長、例によって3ヶ月遅れですが。ありがとう。また奥さんからですね。羨ましいな。あなた、海はいかが。宇宙は海、貨物船が俺の船だ。それがいつもあなたの口癖。無事にお帰りになる日を、みゆきと二人で待っています。難破船発見。難破船の位置は？四時の方角、150宇宙キロの地点です。これより生存者の救出に向かう。エンジン出力全開。こんなオンボロエンジンで全開だなんて。ごちゃごちゃ言わんとやれ。何年この船に乗ってるんだ。はい、出力でかい。生きている者がいないか探せ。生存者、隔壁は破られていないな。手を貸してやれ。くそ、貴様ら、ただじゃお金。待て、仲間だ。仲間。おい、地球の移民船か。そうです。我々護衛艦隊はアマールへ3億人の人々を送り届ける途中でした。3億人だと。相手はヤツか。そうです。いや、動け。よし、動力系は使えそうだ。桜井、
敵の位置を測れ。はい。待て、撃つのはまだだ。来たぞ、何かに捕まれ。君、名前は？地球防衛軍一等空佐上条亮、戦闘隊長。上条、地方発射用意。地方発射用意。距離3000。船長、ぶつかります。うろたえるな、桜井。上条、よくやった。いい腕だ。さすが古代艦長、お見事です。古代艦長、あの伝説の大和艦長の。大至急、地球へ戻る。メーデー、メーデー。なんだあいつら、なぜ攻撃する。来た、助けてくれ。これはいつの映像だ。中継ブースターをいくつも通ってきますので、3日前の通信です。なぜこんな攻撃を。これでは虐殺ではないか。敵の正体は。わかりません。長官、事態が解明できるまで第三次移民船団の出発準備は見合わせるべきではありませんか。むざむざ殺されると分かっていて輸送船を出すことはできません。計画通り進めてくれ。しかし古代はまだ戻らんか。古代さん、今この地球の危機を救えるのはあいつしかいない。我々に残された時間はないのだ。長官、太陽系交通管理局からです。 B スクリーンです。こちら太陽系交通管理局。太陽系圏内に宇宙貨物船ユキがワープアウト。古代、帰ってきたのか。失礼します、艦長。ワープの準備ができました。分かった、すぐ戻る。3年ぶりですね。お嬢さん、大きくなっているでしょうね。そうだな。最後のワープに入ります。いよいよ地球です。観測データを画像処理して着色し、時間も早めて分かりやすくしたものです。これほどとは。観測史上例を見ない移動するブラックホールと。我々はこのブラックホールをカスケードブラックホールと呼んでいる。はい。
球が飲み込まれることは確実なんですか？何度計算をやり直しても進路は太陽系を通過することがはっきりしている。避けられない。地球到達まで800万秒足らずと予測している。地球滅亡まであと3ヶ月ということですね。このブラックホールが初めて観測されたのは3年ほど前でした。全世界から天体物理学の権威が集結して対策会議が連日行われました。ブラックホールのコースをそらすか消滅させるか、辺境の惑星をテラフォーミングして一時的に避難するか、果ては地球をずらしてやり過ごすことさえ検討されました。いずれも理論はともかく、現在の我々の科学力では実現不可能という結論に至りました。人類を救うには宇宙移民以外の手段はない。俺は島君を移民計画本部長にして全人類への理解と移住の準備を進めてきたのだ。救助した護衛艦の乗組員からアマールへ移住すると聞きましたが。ええ、サイラム恒星系アマール、移住先は月です。第二の地球ができるのか。現在第二次移民船団の向かっている航路図です。シースクリーンに出します。襲撃してきた艦隊の情報は？わからん。情報が不足している。なくなるのかこの地球が。跡形もなく、ヤマトが守り抜いてきたこの地球が。そうだ。だからこそお前を待っていたんだ。俺を？第三次移民船団の護衛艦隊司令を務めてほしいのだ。人類を救えるのはお前しかいない。買いかぶりすぎです、サバダさん。俺は地球を捨てて3年もの間さまよっていた男ですよ。あの頃とは違います。だがユキは地球のこの危機にお前ならきっとこうするはずだと第一次移民船団の責任者として護衛艦に乗り込んでいったんだ。ミユキは第一次移民船団のことを知っているんですか？あなた、宇宙はいかが？宇宙はあなたの海ですものね。帰ってたんだ。みゆき、おかえり。お母さんのこと。お父さんのせいよ。そんなことはない。お父さんはヤマトに縛られてる。ちゃんと分かってるの？ヤマトはもう沈んだの。あの海で眠ってるの。はあ。お母さんは物分かりがいいふりしてただけ。本当はすごく寂しかったんだよ。私の記憶に残るお母さんの笑顔はいつもどこか寂しそうだった。お母さんに会いたい。みゆき、俺はお母さんを諦めていない。古代です。緊急事態です。第二次移民船団が謎の艦隊の襲撃を受け消息を絶ちました。わかった、すぐ行く。
けば。すまん。第二次戦団も全滅か。第一次戦団と今回襲撃されたのはいずれも同じ地域、地球より1万7000光年の位置です。まるで待ち伏せでもされているようだな。もう一つ気になることがあります。敵艦隊ですが、俺が遭遇したものとは違います。フォルムが違いすぎる。おそらく別の星の艦隊です。では複数の国家が地球艦隊に攻撃を。何か大きな力が移住を妨げているとしか思えない。第三次移民戦団司令の役目やらせてください。ありがとう、古代。ユキのためにも、全人類のためにも。お前の乗る船はもう用意してある。ん？宇宙戦艦ヤマトだ。ヤマト？宇宙戦艦ヤマトがお前の帰りを待っているんだよ。アクエリアス。17年前、地球に大洪水の危機をもたらした回遊惑星。古代、ユキ、いい子を産むんだぞ。お前たちの子供がきっと可愛いだろうな。わしにとっては孫のように思える。ヤマト。そうだ、
これが神聖宇宙戦艦ヤマトだよ、古代。お前が死んだなどとは思っていない。どこにいようと、たとえ地獄の底までも助けに行くからな。待っていてくれ。ただその前に人類を救わなければ。こら、ヤマトに触るな、おっさん。君はスパイだな、お前。かかってこい。ん、待て、俺は弁解無用。てやっ、うわ、あのバカ。やるじゃねえか。小林、何してる。あ、古代艦長。艦長、艦長、元ヤマト機関士徳川助けであります。久しぶりだな、徳川。現在は地球防衛軍月面基地司令としてヤマト再建計画に取り組んでいます。君がヤマトの再建を。はい。ちょっと待ってください。ヤマトの機関室を再建したのは俺たちだ。そうか、それは頼もしいな。名前を聞かせてくれるか。機関部制御席天魔総、同じく将。君は。地球防衛軍パイロット小林純。軍人としての規律がどうもその笑うな。これが新波動エンジンか。かつてのヤマトは波動炉心一機で動いていましたが、新型は六連の大波動炉心があります。六連ということは波動砲も。はい、六連発が可能です。それはすごい。相当なパワーアップだな。殿、ぜえ、このスーパーチャージャー見てください。こいつで撃つ6連発トランジッション波動砲は月曜も吹っ飛ばせるんです。しかしその6連発を使えばエンジンは空になります。なるほど。打ち損じは絶対に許されない。万全の整備が必要だということは。後のラン。どうだ、桜井、ヤマトの天産室は。艦長、すごいです。さすがヤマトです。さっきから興奮しっぱなしです。思う存分この ECI の能力を引き出してくれ。はい。君はアマール国までの航海を経験している唯一のクルーだ。パイラーとしても期待しているぞ。はい、練習航海で行っただけですが頑張ります。真帆さん、艦長です。艦長。連算室 ECI のチーフナビゲーター織原真帆です。宇宙科学局であったな。はい。君が織原君だったのか。 ECI の申し子と言われるほどの天才ナビゲーターだと名前は聞いていたが。天才だなんて、そんな。君の役目は重要だ。桜井君と連動してアシストを頼むよ。はい、艦長。まもなく発進だぞ。全員システムチェックしておけよ。はい、はい、発進か。緊張してきたら腹減ったな。中西君は口を開けば腹減ったよね。お前に撃てるのか。何、負けて帰った奴に波動砲を任せていいものかって言ってるんだ。なんだと。やめろ小林。俺たちが蘇らせたヤマトです。むざむざ沈めるような真似だけはごめんですからね。貴様、
こまで。お前がチーフパイロットの小林か。そっちは戦闘班長の上条だな。あなたは？副艦長の大村耕作だ。副艦長だか旧艦長だか知らねえけど、ヤマトをここまでに仕上げたのは俺や天馬たちだぜ。大事に扱ってもらいたいな。生意気を言うな。ヤマトの復活は全人類の願いがあったからこそ実現したんだ。艦長。諸君、俺がヤマト艦長、古代進だ。お前たちの命、今日から俺が預かる。ヤマトと共に地球人類を守る。元気かな。ほら、第3次移民船団と合流。現在月面軌道上で待機中です。全艦発進準備。了解。波動エンジン起動開始。 ECI に移動、準備に入ります。全システム異常ありません。機関室、システム完了。機関部門、配置完了。全通信回路オープン。送受信状態、良好です。レーダーシステム、異常なし。射撃管制システム、異常なし。艦内全機構、オールグリーン、すべて異常なし。後方システム、異常なし。発進準備、すべて完了。ドック上昇。補助エンジン始動。補助エンジン動力接続。動力接続スイッチオン。続いて第一フライホイール、第二フライホイール始動10秒前。第一フライホイール接続。第二フライホイール接続。よし。ガントリーロック解除。ヤマト発進。さらば地球よ、涙つぶれは宇宙戦艦ヤマト。宇宙の彼方イスカンダルへ運命背負い、頼むぞ、ヤマト。任せたぞ、古代。小林、見事な送還だったぞ。当然ですよ。
我々の地球を含む太陽系は銀河系のオリオン湾に位置します。中心からの距離はおよそ3万光年。現在この位置に観測されています。この角度から地球に迫り太陽系を飲み込んで通過すると思われます。移民の目的地サイラム恒星系アマール、銀河系の中心方向2万7000光年の距離にあります。移民船団はそこまで数回のワープで到達することになります。しかし第1次第2次移民船団はいずれもほぼ中間地点の1万7000光年の中域で謎の大艦隊の攻撃に遭い殲滅されています。つまりヤマトは第三次移民を無事に届けるだけでなく再び地球へ移民船を連れて戻らなければならない。地球がカスケードブラックホールに飲み込まれる前にだ。移民船団全艦の準備が完了次第1回目のワープに入る。解散。佐々木先生。ん？実はさっきから気になってるんですが、なぜゴーグルを？あれ、ご存知なかったんですか？私こう見えても本業はパイロットなんですよね。パイロット？あ、それからですね、先生はどうも堅苦しくて好きになれないんですよね。見張るで結構ですよ。第1、第2エンジン点火。了解。第1、第2エンジン点火。ヤマト、ワープに入る。第3次移民船団と我がヤマトもいつ謎の敵に襲撃されるかわからない恐怖の中、アマールへの航行を続けていた。だが、その頃、青函国家連合各国代表に申し上げます。連合議長にして SUS 代表、メッツラー総督閣下、登壇。我らを脅かす宇宙の邪悪、地球が動き出した。見よ。やはり地球は、ついに動き出したか。本格的な侵略が始まった。この平和を脅かす地球を断じて許してはならん。私はここに、連合全軍を挙げての地球艦隊殲滅を決議する。地球の滅亡なくして我が連合の繁栄はない。提督、我がエトス軍より青函国家連合決議案の入電です。聞こう。地球より大艦隊発進、発見次第即時攻撃、殲滅せよ。現在位置、地球より1万7000光年。ここまでは順調だな。折原、プローブを撃て。了解。プローブを発射します。なんだこれは。真帆さん、なんですかこれは。これはハニカムのサーチネットね。我々の侵入を監視しているのかもしれないわ。第1次、第2次移民船団もこれに引っかかったんでしょうか。待ち伏せされたとするとそういうことだろう。真帆、サーチネットがどこまで広がっているのか端を見せてくれ。全員中央作戦室に集まれ。一体どこまで続いているんだ。こりゃ突破は無理だな。ヤマトだけなら強引に入れるだろうけど、あれだけの移民船を連れちゃ。艦長、こっちから迂回して入ってはどうでしょう。移民船団を今待機しているところからロングワープさせるんです。ヤマトにはそれだけの出力があっても移民船のエンジンにそんなワープは無理だ。
なんとかなるかもしれません。移民船団のいる近くに BH199 というブラックホールがあります。これに向かって飛ぶんです。宇宙儀に転送します。太陽の質量の300倍と言われる大物ですから、重力もすごい。猛烈に引っ張られて加速がつきます。それを利用してフライバイからワープに入るんです。無茶を言うな。フライバイし損なったらどうなると思ってんだ、マホ。失敗したら事象の水平線を越えてブラックホールへ吸い込まれるだろう。しかしできないことはない。おい商船学校、事象の水平線ってのはここから先がそうですって看板が立ってるわけじゃない。俺たちがどれだけの命を預かっているか分かってるのか。ずっと同じ宇宙が続いていて、引き返そうと思ってもそん時はすでにブラックホールの中だよ、商船学校。大村さん、どう思う？確かに難しいですな。民間船がブラックホールに近づいた経験などありませんからな。ただし、他に道はないと。ええ。フライバイを決行する。怖がっていてはこの現状を打破できぬ。折原、 BH199 の詳細なデータを頼む。桜井は艦隊に作戦を徹底させてくれ。はい。準備。全船団に次ぐ、これよりサイラム恒星系を目指す最後のワープに入る。指示した戦列を取り順次出発せよ。不敵なワープを。感服している場合では。面白い相手のようだ。逃してはならん。転換突撃。艦長、敵艦艇出現。方向4時23分。
距離 2.8 宇宙キロ。あいつらだ。慌てるな、まだしばらく時間はある。移民船団はそのままワープを続けよう。全護衛艦は離脱して船団交尾を固めろ。小林、4時23分へ回答。了解、4時23分へ回答。上条、ヤマトの戦闘は任せたぞ。了解、全艦戦闘配備、砲塔位置につけ。艦載機体出撃用意。最後尾に回せ。了解。見てろ、お前らぶっ潰してやる。別の敵艦隊、3時30分の方向に出現。1時20分の方向からも別の敵が現れました。次ぐ二手に分かれ、半数は左翼の敵に当たれ、半数は右の敵だ。中央の敵はヤマトが引き受ける。全戦闘機出撃。俺も行く。一機でも多い方がいい。しかしお前はヤマトの総だを。俺が代わろう。小林には戦闘機の方が性に合ってるだろう。移民船を守る戦力は少しでも多い方がいい。小林、コスモパルサーの指揮はお前が取れ。ありがてえ、了解。おい、真帆、俺だ、小林。外から守ってやるからな。よう、美晴、宇宙デートと行くか。バカ言うな。小林聞いたよ、変な告白。告白じゃねえよ。先生、何をするんですか。ダメですよ。お黙り。私は俺が好きでヤマトに乗ったんだ。しかし艦内に負傷者が出たら。あんたが応急処置しときな。小林、ヘタレこいたら私がお仕置きに撃ち落とすからね。おい、ミハルに撃ち落とされたら本望よ。地方発射よーし。全艦攻撃開始。敵艦載機多数対処しろ。
了解。前期高度9000、続け。巨大船を狙え。了解。移民船左舷、4時30分、敵艦接近、距離18、10キロ。上条、重爆機を出せ。はい。重爆機、移民船左舷4時30分の敵艦に当たれ。了解。見かけろ。はい。第一、第二四方、発射用意。発射。監視ミサイル発射。何をしてるんだ、一体。あの艦だ。あの艦の戦いぶりが全軍に影響を与えて力を高めている。あの戦艦が？あの艦を狙え。他はどうでもいい。あの艦をコナミ人に潰せ。はっ。ゴールイメ、あの程度の艦隊に苦戦しよって。口ほどにもないやつ。護衛艦初雪、白雪、撃破されました。朝霧も爆破。敵はブラックホール方向へ移動していきます。移民船のワープはどの程度進んでいる？ 88% が終わったところです。全護衛艦に次ぐ交戦を続けながら交代し、移民船団に続いてのワープに備えよう。敵艦隊はヤマトが引き受ける。戦闘機船、護衛艦隊の引き上げを援護しろ。
動砲発射用意。うろたえるな上条。バラバラでいる艦隊に波動砲を撃ってどうなる。ほとんど効果はない上にヤマトはワープのエネルギーを失う。申し訳ありません。違う。あの戦艦だ。移民船を一隻も失うまいとする判断のなんと気高きことよ。その気概が全軍の士気を高めているのだ。敵ながら胸のすくような眺めですな。あれが果たして侵略者の戦いだろうか。侵略どころか生きようとする強い意志を感じる。我らの行いは虐殺にも等しい。それに比べあの戦艦は。急速旋回。艦長、何をするんですか。上条、あの戦艦に向けて撃ちまくれ。はい。やめさせろ。なぜですか。ホームルには惜しい敵だ。そう思わんか。確かに自らの身を挺して移民船を守ろうと必死だ。我々もかつてはあのような武人の魂を持っていた。それがどうだ。今は成り上がりの SUS に脅されて虐殺に手を貸している。これ以上自らを貶めるのはやめようではないか。提督らしいお考えですな。うん。艦長、砲撃中止。かしこまりました。エトス軍、全艦隊に告ぐ、砲撃中止。全速前進。どこへ行くのですか。我々も誇りを取り戻そうではないか。攻撃が止んで行きます。何？全機機関、急げ。艦長、あの船から通信です。何？パネルに映せ。私はエトス星艦隊司令長官ゴルイ提督。見事な戦いぶりを見せられ敬服いたした。機関と艦長のお名前をお聞かせいただけないか。地球防衛軍宇宙戦艦ヤマト。私は艦長の古代進だ。宇宙戦艦ヤマト古代艦長、心に留めておきましょう。我がエトス軍は優れた味方同様、優れた敵にもまた敬意を表するのが古来よりの伝統。それが守れるならば、ヤマトのごとく名誉の死を選ぶ。ゴルイ提督にお尋ねしたい。なぜ我々を攻撃するのですか。ダイウルップ星艦連合の議決である。連合の主導権は SUS 国が握っている。 SUS だが、それは力を誇示するだけの理不尽な虐殺に過ぎる。その手から移民船団を守った機関の健闘を心より称える。ありがとう、ゴルイ提督。感謝します。健闘を祈る。
様、何のつもりだ。私はエトス星武士道の伝統に従っただけだ。エトス星の武士道が大ウルプ星間国家連合の決議に優先するというのか。星間国家連合ではなく SUS 国の意思であろう。我らに逆らえばどんなことになるか分かっているはずだな。さあどうするつもりですかな。二度と私の命令に背くようなことがあれば、貴様だけではない、エトス星を殲滅する。よく覚えとけ。エトス星を殲滅。何があろうと我が国民は全てを分かってくれる。全移民船に次ぐ。これよりアマール星へ向かう。準備を急げ。小林、君の仕事を返そう。はい。ヤマトだ。ヤマトが来た。本当、すごい。よかった。今度の移民は無事に着いたんだね。移住者たちをまとめてくれているそうだね。は。聞きたいことがあるのだが、第一次移民船団の団長、古代ユキはこの中には。残念ですが、行方不明です。本来ならば、自分の役目は古代団長が行うものでした。あまりの攻撃に我々もワープして逃げるのが精一杯でした。古代団長の乗っておられた戦艦は無人でワープをしてきました。お、どこに。この艦がそうです。遺体も見つからなかった。はい、分かった。諦めずに探してみるよ。ありがとう。これからはあの月が地球になるんだよな。アマール国の人たちもこれから地球って呼ぶのかな。ごめんなさい。あの月を地球って呼ぶのは抵抗あるよね。本当にもう地球は救われないと思ったら。受け入れるしかない。その覚悟がなければ人類はただ地球から逃げただけなんじゃないのか。サラダ長官、古代艦長からのメッセージが届きました。ただいまアマールに到着。地球時間4月5日14時10分現況は以下の通り。移民船6300隻、護衛艦162隻、なお生存者は1次と2次を合わせおよそ6億3000万人。ヤマトは修理完了後直ちに6隻の移民船とともに帰還の予定。以上。やりましたね、さすが古代さん。
ああ、ありがとう、古代。一刻も早い帰還を待つ。こら、待ってなさい。あんたの足はまだ治っていません。もうしばらくの辛抱よ。ミユキちゃん。はい、佐渡先生。古代たちが無事アマール星に着いたぞ。さすが古代じゃ。ミユキちゃん、こういう時は素直に喜ぶもんじゃぞ。佐渡先生、父にはヤマトがあります。ミユキちゃん、古代は今までお母さんと一緒にどれほどの人類を救ってきたと思っとる。お母さん一人助けられないのに。ミルクの時間ですから。若い子は難しいの。はいです。陛下、アマールも聖官国家連合に組みしていると聞きましたが。以前の銀河中心部は大きな戦乱がありました。我が国も巻き込まれ荒廃した時代もありました。そんな状態が幾世代も続いたのです。平和への動きの中心となったのが当時最強の SUS でした。 SUS の呼びかけによって戦乱の火は収まり、これをきっかけに誕生したのが聖官国家連合なのです。それで主導権は SUS が握っているのですね。でも実際は平和という理想に名を借りた非道な力の支配なのです。憎むべきは SUS。 ただ私たちの星は SUS に資源を提供しています。資源？ええ、この星にしかない物質です。その見返りに SUS の庇護を受けているわけですが、果たしてこれがアマール国にとって真に平和と呼べるのか。動くな。私は将軍パスカル。はい。古代艦長、即刻我が国から退去していただきたい。もし我が国が地球人類を受け入れれば、聖官国家連合の武力制裁を受けることになる。下手をすればこの星ごとなくなるのだ。頼む、退去してくれ。卑劣な支配に屈せよというのですか。この国を守るためだ。時間がないのだ。聞き入れぬというなら。遅かった。決して手出しはしないでいただきたい。これ以上我々を窮地に追い込まんでほしい。奴らは第一次戦団を襲った連中だ。副艦長、発進を。戦闘用意だ。待てよ、あんた二言目には戦闘用意って。それを決めるのは艦長だろうが。あ、帰っていく。おそらくこれは一次攻撃だろうが。艦長、出撃命令を。艦長、何かあったんですか。ことは我々だけの問題ではない。聖官国家連合
SUS とアマールの関係にも及んでいる。我々の判断がアマール国に大きく影響を与えてしまうのだ。不用意には飛べない。そんな、各自戦闘配備のまま待機だ。首都上空、敵戦闘機隊多数。クソ、第二次攻撃か。メッツラーを呼び出せ。はい。メッツラー司令官、なぜアマールを攻撃するのか。同盟国ではないか。大ウルップ星間国家連合の決議に背く者を処刑しているのだよ。星間国家連合でアマール市民まで殺せという決議は出ていないはずだ。誰が決めた？ SUS だ。SUS の決定は星間国家連合の決定だ。さあ、ゴルイ、貴様らも早く攻撃しろ。断る。提督、先日来、どうにも不愉快な態度が目につくようだが。豚と交わって豚になり下がった己に気づいたのだ。その言葉、覚えておこう。胸の使いが降りた気分です。人間、生まれ方は選べませんが、死に方は選べます。私は誇りを持って死にたい。ゴルイ提督より入電。分かった、今戻る。古代艦長、提督、我らの行い、これは決してアマールや地球人を守るための決断ではない。エトス人民としての決断だ。我々は平和と引き換えに抑圧されてきた。それが星間国家連合の正体だ。今我らはその区域を断つ。エトスの決断をあなたはどう見ます？申し上げます。戦国より民衆が王宮に集まり始め、その数は膨れ上がる一方です。
この声をどう受け止めますか、パスカル。クソ、暴れ放題だ。艦長はどうして攻撃命令を出さないんだ。ユキ、俺たちの地球のためにアマールは今窮地に立たされている。だがヤマトは何もできない。我々がここを去ればアマール国は助かる。しかしそうなれば人類は移住先を失って破滅する。あなたの勇気がいつも地球を救った、人類を救ったわよね。不当なことには決して屈せず、正義を通して命を懸けても、それはきっとあなただけではないわ。宇宙戦艦ヤマトの乗組員みんなの気持ちではないかしら。大村さん、移民船団を先に地球へ帰還させよう。中西、アマールのイリア女王につなげ。はい。我々人類は力による支配、理不尽な圧力に対しては決して屈しません。これより聖官国家連合に宣戦を布告し、正義を守るために最後の一兵まで戦うつもりです。そのためにアマールにもご迷惑をかけることになるかもしれません。しかし古代艦長、私もたった今あなたと同じようにそれを決意しました。我がアマールは聖官国家連合、いいえ、 SUS と戦う道を選びます。我が国は真の独立を宣言し、最後の一人まで SUS と戦います。共に正義を守りましょう。全乗組員に次ぐ、ただいまよりヤマトは移民船団護衛の任を離れ、敵艦隊との決戦に臨む。我らの敵はウエスト構成系聖艦国家連合を支配する強権国家 SUS だ。アマール国が真の独立を成し遂げ、我々地球人類が生き延びるためには SUS を立つ他に道はない。この戦いはアマールと我々の未来をかけた戦いである。血を流しても守らねばならないものがある。総員、信念を持って敵に当たれ。連合軍が腐敗を舐めるなどあってはならぬことだ。相手は薄汚い地球人だぞ。これほどの屈辱があるか。聖官国家連合軍の威信をかけてヤマトを地獄へ叩き落とすのだ。艦長、追尾の戦艦から通信です。パスカル将軍。古代艦長、ぜひ我が艦隊も戦列に加えていただきたい。戻ったか。地
球艦隊とアマール艦隊が来ます。すでにフリーでベルデルが援軍に来ている。臆することはない。攻撃目標を要塞に定める。総員戦闘配備。総員戦闘配備。コスモパルサー隊重爆撃機隊発進準備。小林、コスモパルサーの指揮を取れ。桜井、小林の席につけ。了解。小林、コスモパルサーで出撃します。見張るもな。急ぐぞ。戦闘指揮を頼む。了解。大丈夫だ。俺にやらせてくれ。上条は戦闘指揮を。分かった。全然ダメだ。反応しない。こんな時にまた出力低下か。頼むよ、機嫌直してくれ。翔、もう一度システムを洗い直そう。これじゃ波動砲発射命令が来た時対応できないぞ。だな。安定してる。機関長。そう、翔。お前ら何習ってきた。スパナの使い方も知らんのか。中央突破だ。要塞を目指せ。はい。小林、ヤマトは中央突破をする。護衛に当たれ。
真帆、要塞の解析だ。あのエネルギー流は何なんだ。 ECI に移動、解析に当たります。メツラ、サルどもの最後はいつ見られるんだ。間もなく。ハイパーニュートロンビーム発射用意。司令官、今発射しますと我らが同胞はもちろんのこと、連合軍の艦も巻き込みますが。構わん、撃て。全艦、ヤマトを守れ。全速前進。同じ星間国家連合だってのに、味方も一緒に。 SUS の奴らひどいまでしやがって。あれは他の国の艦隊がみんな帰っていくぞ。パスカル将軍の死が我々に道を開いてくれたようだ。パスカル将軍の死を無駄にはできませんな。チャンスと捉えましょう、艦長。しかしあの巨大な要塞のビームを抑え込むのは至難の技だ。ヤマトめ、まだ生きと。我らに何の繁栄ももたらさぬ者どもです。全訪問を開き葬り去るのがよろしいかと。お前の言う通りだ。全訪問用意。全ハイパーニュートロンビーム発射用意。反転上昇。反転上昇。やっべえ。全機体上昇だ。急げ。主砲もミサイルも全部弾かれるな。強烈な磁場でしょうか。上将、コスモパルサー隊を呼び戻せ。あの巨大砲に巻き込まれかねない。はい。艦長、エネルギー流の解析が完了しました。解析図転送します。要塞を包むエネルギー流が大きな磁場を形成して防壁となっているんです。エネルギー流は今巨大砲を発射した方から展開しています。砲身はシールドの役目も持っていると考えられます。とするとあのシールドを破壊しない限り、ヤマトがいくら砲撃してもあの中央部の天守閣には届かないということか。艦長、シナノを借ります。シナノ。
シナノには波動エネルギーを装備したミサイルが24発積載してあります。これを使ってシールドを破壊しようと思うのですが。ミサイルはまだ発射実験が。だから若いもんには無理。私がテストを兼ねてやってきます。いや、それは危険だ。至近距離で使えば数発で効果があると思います。それ以外にあのシールドを破壊する方法がありません。大村さん、古代艦長、行ってきます。聞こえますか？大村さん、よく聞こえます。あなたと過ごした3年間、最高の後悔でした。ありがとうございました。頼むぞ、お前ら若い奴らが、これからの地球人類を守るんだ。任せたぞ。どんな化け物でも弱点の一つや二つはあるんですが、地球を舐めるなよ。宇宙戦艦ヤマトを舐めるなよ。思い知らせてやる。敵が立て直す前にあの5本の塔を破壊するぞ。トランジション波動砲用意。艦長、波動砲6連発全部打ち込んでやりますか？一発は残しておけ。5発でビーム砲5門を叩くんだ。了解。エネルギー充填 120% だ。了解。フライホイール始動。隊長、ビーム砲各5門に照準を合わせろ。決して外すな。はい。上条さん、ビーム砲の正確な位置を送ります。ありがとう、魔法。トランジション波動砲発射用意。ターゲットスコープオープン。前衛クロスゲージ明度20。全員対職対先行防御。波動エネルギー 100% から 120% へ。神将、任せたぞ。お前ならできる。はい。5 4 3
3、2、1、発射！敵の攻撃が止まった。やったー、やったな、上条戦闘班長。やったー、やったやったね。小林、桜井と代われ。その傷でそれ以上の操縦は危険だ。班長、前方。なんだあれは。発射せよ。全速前進。了解。取り返しいっぱい。全速前進。すごい、あの戦中間次元を意のままに利用して移動している。全速、太陽に向かえ。太陽？説明してる暇はない。行くんだ。はい、了解。太陽に向かいます。波動砲の目標はあの太陽だ。敵のエネルギー流との連動で気がついたのだ。あれは太陽にカムフラージュした人工天体 SUS のエネルギー供給源だ。了解。目標太陽。波動砲発射用意。上条、お前のタイミングで撃て。はい。ターゲットスコープオープン。対ショック対閃光防御。今だ、波動砲発射。
ダメか。反応しています。待て。私とは違う異種異根の生命体、我らが世界を維持せんとしてこの次元を掌握すべく使わされたものに過ぎない。使わされた。この世界はお前たちにくれてやる。支配するがいい。我々は支配などしない。共に生きる。それがこの世界なのだ。理解不能だ、人よ。終わったのか。わからん。今見たものさえ信じられない。一つはっきりしていることがあります。 SUS がこの世界に真実として見せたものは何一つない。我が親愛なるアマール市民よ、我々は尊い犠牲と宇宙戦艦ヤマトの活躍によってついに真の独立を勝ち取ることができました。この独立は我々の誇りにかけて永遠に守り通さねばなりません。ヤマトだ。ヤマトが地球に帰るぞ。ヤマト、
5分で最初の超長距離ワープ開始地点に到着します。よし、地球に向かって一直線だ。ワープ。移民船団帰還。よし、移民船団着陸完了後メンテナンスを急げ。12時間後に出発だ。あとはヤマトだな。ワープ完了。ブラックホールを捉えました。画像処理検証。上下約30万4千キロ、左右約33万8千キロ、木星の倍以上の大きさがあります。あれが地球を飲み込むのか。まるで悪魔の唇だ。真帆、あいつの位置データをくれ。14時5分時点で中心部は銀河緯度8度3分、銀河経度5度12分。スピードは秒速2万9千キロ。太陽系外周に到達するのにあと3日。地球はその3日後に消滅です。急ごう、次のワープだ。直径 2274km の冥王星が。画像処理をしてスローで再生します。バケモノだな。地球に残された時間はあと3日です。いかんよ。私も残ります。なーに、人間いつかは死ぬんじゃ。わしは地球にいっぱい思い出が残っとるしな。これでいいんじゃよ先生。じゃが、リユキちゃん、お前さんまでいなくなったらお父さんは一人ぼっちじゃ。古代は愛する人が待っているからこそ戦った。ヤマトの戦いと旅とはいつだってそうだった。待っている者のためにあるとわしゃ思っとるよ。でも面倒じゃ。離れだ。わかりました。みゆきさんは行ってください。アナライザー行ってください。宇宙戦艦ヤマト、ただいま地球に帰還いたしました。古代、ありがとう。すまなかった。サラダさん、時間がありません。最後の人々を一刻も早くヤマトに。うん、わかった。
長官、最後の移民船団が出発しました。あとは無事アマールへ着いてくれさえすれば。長官は？私は地球に残る。長官！私はね、科学者として最後までこの私たちの地球を見守りたいんだよ。真田さんが。そうか。シマ、これで収容は終わりか？いえ、真田さんの手配でフィールドパークへ向かった救命艇がまだ戻ってこないんです。フィールドパークって、佐渡先生やみゆきさんが乗る救命艇がか？ええ。戦闘班長、何やってるんだ？艦長の娘さんを乗せた救命艇と連絡が途絶えたそうなんだ。何？それなら俺が行く。離艦は許さんぞ。艦長。小林、任務に戻れ。上条、お前もだ。艦長、あんたお嬢さんを助けに行かないのか？あんたそれでも人の親か？ヤマトの艦長か？聞こえなかったのか小林。任務に戻れ。あれは古代艦長。最初からご自分で行くつもりだったんだ。くそ、俺はとんでもないことを言ってしまった。俺たちを行かせないためでもあったんだ。天国じゃない、この宇宙どこかにいるんだ。それがきっと見つける。お前も一緒に行こう。お父さん、命を粗末にするな。さて、そろそろじゃろう。古代、最初に顔を合わせたとき、お前確か18じゃったかの。わしら一緒にヤマトに乗って、お前は森ゆきと結ばれ、ゆきちゃんが生まれた。みゆきちゃんを大事にな。しかし、なんじゃな。動物というのは危険を予知してさばいたり逃げ出したりするもんじゃが、ミー君は大前自弱じゃの。よし、ちっ
ぽけな子猫といえども逃れようのない終末の時には覚悟が決まるのかのう。人間は今、一番大切なものを失おうとしている。この時になって初めてそのことに気づいたんだ。これまで人間は地球にどんな態度を取ってきたか。奪い、壊し、荒らし、作り変え、万物の霊長などと思い上がってきた。巨大な宇宙のスケールから見れば、取るに足らぬ大きさの災害がやってきただけというのに、地球を救ってやることもできない。無力なものだ。結局俺たちは負けたんだ。新しい移住地というのはやり直しのチャンスを与えられたに過ぎないのだ。なんだ。こいつは。お前は生きていたのか。この時を待ち焦がれていた。地球が我が世界となる瞬間だ。お前たちの目にはブラックホールに見えるもの、それは我が世界への扉、次元転移装置が生み出す巨大なエネルギーの本流が次元の裂け目を作り出しているに過ぎない。その裂け目の彼方にあるものはお前たちの想像も及ばぬ別の次元だが、そこには資源となる恒星系や惑星は少なく、生きるにはその糧を外の次元に求めるほかなかった。故に我々は生きるため
お前たちの世界を求めた。この宇宙にあるものは全てが我が世界にとっては限りない資源。星も人も有機物無機物、あらゆるものが我が世界を構築する。地球よ、我が世界に食われるがいい。生きとし生けるものの全ては我らの新たなるエネルギー資源として生まれ変わるのだ。さらばだ、広大。そうか、人の作ったものだ。だったら次元転移装置を動かしているものがあるはずだ。真帆、電算室をフル稼働させて次元の割れ目の上を探せ。はい。最後の最後まで諦めるな。全艦戦闘準備に入れ。了解。了解。次元転移装置、次元の割れ目、どこにあるの。これだわ。エネルギー放出量の一番高い地点を確認しました。転送します。表面のガス状の口から中心部へ300キロの地点に存在します。あれがブラックホールの正体か。よし、トランジション波動砲用意。了解。機関室、トランジション波動砲用意。艦長、次元の裂け目が作り出す重力圏の影響を考慮すると、波動砲ではエネルギーが引きずられ打ち損じる恐れがあります。一発だけならな。だが6連装のエネルギーを一度に全部発射するならどうだ。真帆、計算してくれ。はい。6発全部を。そうでもしなければあの化け物を破壊することはできない。艦長、理論上は可能です。ただなんだ。うまく撃てたとしてもこのヤマトの船体が持つかどうか。生き残るべきはヤマトではない、地球だ。それで地球が守れるんなら文句を言うやつなんて一人もいませんよ。艦長。艦長。どうした。全弾発射システムが構築されています。今までプロテクトがかかっていたんですが、電算室で計算したことでプログラムが立ち上がりました。転送します。あ、真田さんだ。俺たちの知らないヤマトの姿がまだあったんだ。さすが真田さんだな。だがあまりにリスクが高すぎてできれば使うことがないようにという配慮だったのかもしれない。艦長、やりましょう。第一、第二波動エンジン、エネルギー充填 120%。 全弾発射態勢。ヤマト、全速前進。
命があるとしたならば、君はその命を守りきれるのか。無限に広がる大宇宙、静寂と光に満ちた世界、死にゆく星もあれば生まれてくる星もある。そうだ、宇宙は生きているのだ。愛する人のため。